今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、加工しすぎて別人な芸能人でございます。SNS では自撮りをアップする芸能人も多いわよね。最近の加工技術ときたらそれはすごいもんだが、やりすぎたらもはや別人ってことも少なくないよな。今回はその中でもあからさまにやりすぎな例をいくつか紹介します。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは元乃木坂46のメンバーである堀未央奈さんです。エース的な存在だったけど、何年か前に卒業しちゃったわ。アイドル時代から様々なことにチャレンジし、2019年には映画、ホットギミックガールミーツボーイで映画初主演を務め、第22回上海国際映画祭のアジア新人部門優秀女優賞にノミネートされました。まさに実力派だぜ。やはり美意識も高いんだろうか。堀さんのプロ意識、美意識が現れた画像がこちらになります。これは目の違和感がすごいわね。黒目が大きいのはカラコンだよな。それに加えてサイズもアップしているから現実感がなくなっているぜ。他にもゲーム機が歪んでいたり、割り箸がカーブを描いていたり、堀さんは加工に容赦がないことで知られていますね。安い居酒屋のお箸がまっすぐじゃないなんてよくあることよ。限度ってもんがあるだろ。こうしたやらかしをたびたび行うのも彼女の魅力であると、アイドルファンは肯定的なのが面白いところかもしれません。綺麗に見られたいという願望をバカにしたりはしないってことかしら。彼女のその気持ちは画像を加工するだけでは済みませんでした。2019年頃からは実際に整形しているのではという声が多くなっているのです。自分の顔どうしようが勝手ではあるけど、どちらかというとまだ否定的な意見が多いかもしれないわね。親にもらった顔にメスを入れるなんて、って風潮がちょっと前まで確かにあったからな。霊夢の言うように整形などは個人の自由ではあるのですが、ファンの一部には、ちょっとやりすぎて怖い、別人じゃない。という人もいますので、画像加工と同様にやや加減を誤っている印象は否めません。さりげなくちょっとずつ綺麗になることの難しさがよくわかるわ。二人目に紹介するのは藤原紀香さんです。少し前までは綺麗な女性芸能人の代表と言ってもいいくらいの美しさだったぜ。今でも十分綺麗だけど、さすがに40を超えたくらいからはトップって感じじゃなくなったかもね。華麗に無理に抗うようなことはせず、将来的には笑いじわの素敵なおばあちゃんになりたいという藤原さんですが、だからといって美しくあるための努力を欠かしているわけではありません。元トップモデルが取り入れている健康法には興味があるな。日常生活に水素水、酸素水を取り入れたり、旬の野菜で作ったスムージーを愛飲したり、抗酸化と免疫力アップに注目して食事に酒を取り入れたりですね。もちろんジムに行ったりもしてるんでしょうけど、私たちでもすぐ始められそうなものが多いわ。少し変わったところだと、入浴時に湯船に日本酒を注ぐ、シャンプーの前に塩をかぶる、高濃度ビタミン C や水素の点滴でデトックスを行うといったこともやっているんだとか。それって効果あるのか？さて、効果のほどはわかりませんが、本人なりの健康法だそうですよ。美しくあるための努力を否定したいわけじゃないけど、点滴とか言われるとちょっとうさんくさく感じちゃうのは許してほしいわね。そんな藤原さんの加工写真の一つがこちらです。やっぱりすっごく綺麗だわ。いやいやいや、さすがにやりすぎだぜ。どこか変かしら？藤原さんの後ろのドアの下部に注目してください。まっすぐな線で構成されるはずのパーツがかなり歪に歪んでいますね。あ、ほんとだわ。どのような健康法を試そうと、足が長くなるということは基本的にありえません。自分の努力ではどうしようもない部分を加工アプリに頼ったということだな。しかし一回わかっちゃったらドアにしか目がいかないぜ。やっぱり足はスラッと長い方が美しく見えるものね。加工の加減なんかは堀さんよりも藤原さんの方がよくわかっていると思ったけど、そんなこともないのね。スマートフォンで撮った画像を自分で加工できるアプリが登場しだしたのは最近のことですからね。経歴が長い方が使いこなせるというわけでもないのでしょう。むしろ世代的には堀さんの方が有利と言えるかもしれないな。経歴が長く、しかし加工バレした芸能人に浜崎あゆみさんがいます。平成を代表する歌姫じゃない。2000年代の活躍ときたらそりゃもうすごいものだったが、最近は以前ほど見かけないぜ。2014年に NHK 紅白歌合戦の選考から漏れたことをきっかけに同番組を卒業。シングルのリリースを控えアルバム制作に専念するようになったので、熱心に追いかけているファン以外の目には活動が減ったように映るのでしょう。浜崎さんほどの人でも落選するのね。いつだって時代は変わるってことかしら。
浜崎さんは楽曲だけでなくビジュアルでも人気を誇っていた歌姫ですから、現在も彼女の可愛らしさを称賛する声は少なくありません。ということは、自撮りなんかもアップしたいところだな。浜崎さんの自撮り画像で特に有名な加工画像がこちらです。これはどの辺が加工してあるのかしら？後ろのドアがちょっと長いか？ドアもそうなのですが、全体的に縦に引き伸ばしているのですよ。これまでの二人と比べてどこかが歪んでいるってことはないじゃない。浜崎さんの足元にある機械がわかりますでしょうか？これは日立リビングサプライ社のポータブル温風機トレポカなのですが、この商品の本来の姿がこちらです。こうやって比べると一目瞭然だな。縦に伸ばしてスラッとした女性を演出しているのか。浜崎さんが写真の修正を否定していますが、これはさすがに言い逃れができませんね。ちょっとやりすぎちゃった。くらいの方が好感持てると思うわ。浜崎さんの加工画像はこれだけではありませんが、いずれの写真でも、一部に力入れすぎて他で手を抜いてるのがわかる。加工してこれなの？と容赦ない言葉が飛び交っています。確かにさっきの画像でもスタイル抜群、って感じではなかったが。浜崎さんは過去に激太りしたと話題になりました。当時と比較すると現在はかなり持ち直した方ではあるのですが、身長だって高い方じゃなかったはずだし、見せ方の問題かしらね。少なくとも温風機は足元に置いとくべきじゃなかったな。それさえなければドア長いかも？くらいで済んだし、修正疑惑は疑惑のままだったはずだぜ。4人目に紹介するのは、元 AKB48 の高橋みなみさんです。総監督を務めていたこともあるトップアイドルの一人だわ。プロデューサーの秋元康さんに、AKB48 とは高橋みなみのことであるとさえ言わしめたアイドルでしたが、2016年に卒業してしまいましたね。アイドルってのは卒業とは切り離せない存在でもあるもんな。AKB48 といえば従来のアイドルよりもずっと身近な存在であり、会いに行けるアイドルとしてファンの心をわしづかみにしました。ものすごく新鮮なコンセプトだったわよね。握手会や劇場公演など、実際に会いに行けるイベントもさることながら、彼女らは SNS での活動も活発です。高橋さんもそうでしたし、卒業してからも変わっていませんね。卒業した途端更新がパタリと途絶えた、なんてことになったら寂しすぎるぜ。そうしてアップされた画像のうち1枚を紹介しましょう。これはさすがに一目でわかっちゃうわ。霊夢でさえそうなのですから、足しげく彼女に会いに行ったファンが気づかないはずもありません。どう超えた加工にはツッコミが殺到し、そのままの姿の彼女こそ美しいという声も少なくありませんでした。ここまでするともうほとんど二次元のキャラクターだよな。行き過ぎた加工について高橋さん本人も否定することはしていません。過去に、自分の本当の顔がわかんなくなっちゃう。というレベルにまで達していたことも告白しています。確かに元の顔を思い浮かべるのも難しいくらいの加工だったわ。インスタグラムにアップされる写真の加工などもはや誰もが当たり前に行っていますよね。ちょっと細く見せたい、足を長く見せたいというのは当然っちゃ当然だぜ。最初は他のみんなと同程度の加工だった高橋さんですが、インスタグラムだと理想の自分になれるという思いが溢れ、欲求のままに加工し続けた結果自分を見失ってしまったんだとか。みんな多少の加工はしてあるものっていう前提で見ているはずだものね。でも、自分を見失うほど加工にのめり込むのは違うと思うわ。それだけ綺麗でありたいという欲求が強いってことなんだろうな。再現がない分、素人には塩梅が難しいぜ。最後に紹介するのはタレントのベッキーさんです。ゲス不倫以降さっぱり見なくなったわね。その年の年末特番にてお尻に強烈なキックを受けるなどみそぎは済ませたはずのベッキーさんですが、やはりイメージが第一の世界ですから地上波での露出は減ってしまいました。ハーフタレントって特に不祥事で一発アウトみたいなとこあるよな。席が少ない割にたくさん出てくるもの。しかしベッキーさんは芸能界を引退したわけではありません。地方番組では未だにレギュラーを務めていますし、SNS でも活動の様子を見ることができますよ。ということは、そこで別人になった画像をアップしたってことか。はい。特に強烈なものがこちらになります。うわぁ、これはやばい。今日紹介してくれた中で一番だぜ。現実的ではない目のサイズ、不自然な顎のラインなど不自然な点は様々ですが、際立っているのが奇妙な質感の肌でしょうね。そうね。人間というより人形みたいで、もう怖いわ。特に見苦しいのがこの写真を投稿したコメントに、ハッシュタグ加工なしというタグがついていたことでしょう。嘘つけ、加工であることを見抜かれると思ったからつけたタグだろ。画像を縦に伸ばしただけの浜崎さんなんて可愛いものだったのね。誰がどう見ても違和感のある画像に、
堂々と付けられたハッシュタグ加工なしにもツッコミが殺到します。むしろこれで加工じゃなかったら今すぐメイクさんを変えた方がいいぜ。完全に嘘が見抜かれているにもかかわらず似たような投稿は続き、中には加工なしシリーズ楽しみになってきたと一つのエンターテインメントとして捉えるネットユーザーも出現することになりました。ベッキーさんはそれで満足なのかしら。デス不倫の時にも散々嘘をついていたし、嘘つくのが癖になったりしてるのかもしれないぜ。これで本日の紹介は終了です。いかがでしたか？最近の画像加工の凄まじさを思い知る一日だったわ。でも、芸能人なんて他でもよく見られるんだから、ほどほどにしないとダメね。餅は餅屋とはよく言ったものだ。芸能人の自撮り加工は専門家に任せるべきだと思うぜ。SNS に画像をアップする芸能人は少なくありませんが、中には行き過ぎた加工で、ファンでさえ突っ込まざるを得ない領域にいる人もいることがわかりましたね。ああ、美しく見られたいという気持ちが間違っているわけではありません。しかし、見た人が違和感を持ってしまったらそこで終わりでもありますね。本日も閉店させていただきます。ミルでした。